やこれ好き。そろそろ呼んであげる？しょうがないですかね。呼びますか。はい。おーい、花江さん、リナー。はーい、花江でーす。2人はどこにいるの？今ですね、こちらですね、文化放送から、近い東京タワーの、麓にいますね。真下ぐらいです。東京タワーね、はい、めっちゃ寒いですよ。めっちゃ寒いです。こっちあったかいです。イルミネーションが綺麗なので、カップルいっぱいだよ、うんうん。ちなみに東京タワーの周辺には、まあ、今土曜の夜ですけども、どんな人がいますか？ほとんどジャンフェス帰りの人ですね。ありがとうございます。お世話になりました。ちょっと冷たくないですか？外も寒いのに、あやねも寒いっていう。あやねって呼んでるの初めて聞いたわ。本当だよ、何様のつもりだ。すいません。割烹とかはいるんですか？割烹とかにいますね。ちょっと割烹らしき人いるので、はい、こちらから見えますね。本当ですか？ちょっとそういう格好たちにね、うん、聞いてほしいことがありまして、はいはいはい。まあ、せっかく外に出たんですから、はい、一般の方にアンケートを取ってきてもらいたいんですよ。はい、いいですか？わ、かりました。はい、お題はこちらです。花江&日高の職業、なんだと思いますか？です。はい、お願いします。わかりました。はい、はい、じゃあちょっと近くにカッポいるんで、はいはい、アタックしてみます。いいね、すごい。ちょっと前向き、はい、すごいじゃん、ね、いけ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 。じゃあ早速この近くに、今ちょうど目があったんで、クレープを食べているカップルらしき二人を直撃したいと思います。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、カッポだ。ちょっとお時間よろしいですか？大丈夫ですか？大丈夫です。今日は何をしに東京タワーへ？今日忘年会です、ね、忘年会。お二人の関係性といいますか、もうかなり深い仲だと。かなり深い仲、あ、マジか。思っております。お付き合いされてるんですか？いや、ちょっと職場公認で。職場公認で、おお。これから発展するかもしれないですね。なるほど。そうなんですね。ちなみにお名前を伺いしてもよろしいですか？清水です。清水さん。お名前まだ。リーナです。リーナさん。リーナ。なんかちょっとドキドキするね。ねえ。すごいクレープ美味しそうですね。美味しいです。うまいっす。高橋さんが、年上ですか？清水さん。あ、清水さん。清水さん。清水さんが年上です。若なんじゃないのか。そうですね、年下ですね。あ、年下。リナさんの方が年上ということで。そうですね、先輩です。いいですね、はい。ということで、聞きたいことが実はありまして、はい、いけいけ、花江くんから。僕、花江っていうんですけれども、僕の職業なんだと思いますか？名前言っちゃうの。何？男優さんじゃん。男優というと多分 AV 男優。いやいや。もう男優に見えます。飲まれてます。俳優さん。あ、そうです、そうです。あ、本当ですか？俳優さん。はい、で、ファイナルアンサーで。ファイナルアンサー。わかりました。ありがとうございます。じゃあ今度日高と言いますが、日高は何の職業だと思いますかね？もうコーヒーショップの店員さんですね。コーヒーショップの店員さん、今何人いるの？コーヒーショップ。それはまた理由はなぜ？もうなんか最近というか、引っ越してから通ってるコーヒーショップ、まあ、喫茶店、朝行ってるところあるんですけども、はい、そこになんか可愛らしい女性さんが、女性の店員さんがいるので、まあ、それに重ねてっていうこと。リナさんの前に何言ってるんだろう。ということで、我々は男優と、はい、コーヒーショップの店員ということで。なるほど。この二人がやってるラジオなんでね。答えいただきました。素晴らしい、最高。ありがとうございます。ね、一組目でしたね。熱いお礼を申し上げて。これからちなみにどこに行かれるんですか？もちろん東京タワーに。東京タワーに登って。じゃあより二人の仲をこの東京タワーで深めて、ね。楽しんでってください。はい。なんで笑ってるんですか？頑張ります。結構ベロンベロンじゃないですか？大丈夫ですか？リーナさんがね。リーナさん大丈夫ですか？これからじゃあ、はい、すいません、お時間ありがとうございました。ありがとうございました。ということです。いいインタビューでしたよ。素晴らしいね、男優とコーヒーショップ、ね、AV 男優とコーヒーショップ。お願いします。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ワクワク。
怒られた。びっくりした。びっくりした。え、うわ。どうも、セクシーラユレ。ちょっと喜んでんじゃん。今日の撮影はどうでしたか。うわうわうわ。今日の撮影はもう。あったかいの。アイドルさんに。幸せだね心。おかえり。めっちゃ走ってきたよ。僕ら最後職業バラしたんですよ、うん、その途端もう手のひらくるっと返して東京グール出てるんですか金木くんなんですかって言って、あれ意外と見た目じゃ分かんない、もっと名前でも全然分かんなくて、うん、いい人たちだったって話だよね。いい人たちだった、いい人たちだ、あの見てくれてたアニメは。あ、そうなんだ。ただその見てもわからないんだね。そうそう、だからソードアートオンラインって言ったらうわーってなったもんね。もともと声優さんってそういう職業ですよね。そうだよね、わかんないね。そうそうそう、あれ暗かったからね、あとね。あ、そうだ、そう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 、暗闇だったね。そうですよね。あれで姿を思い出しましたね。いや、お疲れ様でした。何見てんのよ。ひざまずけ豚どもが。ラリッポー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